高根マンテマボケイは、寒冷地、または、高山地帯に生息する、ナデシコカマンテマ族の多年層。俗名、マンテマの由来は、諸説あり、牧野新日本植物図鑑では、麦仙農族のアグロステムマがなまったもの、植物は妙語源信仰では、近縁の浜辺マンテマの種称名、マルティマが、語源となったものと言われている。また俗学名から来たという説と、 ギリシャ神話にて、ディオニュソスの従者である、ハンニンハンバシレノスが、語源になったという説がある。なお、主相名ユーラレンシスは、本種の基準標本が採取されたウラル地方を表す。高さ10センチメートルから20センチメートル。根茎から枝分かれした株から2体から4体の、小さなネバと、家系及び、無家系を創生する。無家系はほとんど慎重せず、 先端に葉をつける。形容は、体勢、線形飛身上で、長さは6トル程度まで伸びる。家系は高さ2 0トル程度まで枝分かれせず、伸長し、7月から8月、先端に花をつける。花は1 2ト、mm、ル程度の先がすぼまった、釣り金状をしている。花弁は、淡い格子色。最初は下向きに咲くが、後に直立する。茎、花。 葉ともに細かい毛を持つ。果ては1 0ト、mm、ルから1 2ト、mm、ル程度であり、その先が10辺から12辺に劣界する。種子は翼を持つ扁平型で2ト、mm、ル程度。2n イコール24、48。ユーラシア大陸や北、アメリカに分布。日本では南アルプスの鉱山帯にのみ分布する。日本において、 本種は希少種であるため洞窟が問題となっており、個体数は減少を続けている。また本種は、休眠打破のために、ジア塩素酸、ナトリウム水溶液処理を行う方法や、株分けでの人工的な繁殖が検討されている。植物の世界7ハット ABCD 海底版南アルプス学、概論。静岡市。2019年10月2日閲覧。 山梨県における絶滅危惧植物の保全及び増殖技術の開発とその教材化。日本農業教育学会始ボリューム39ナンバーワンページ33から42ありがとうございます。